料理店の看板に闇鍋闇鍋とは、それぞれ自分以外には不明な材料を複数人で持ち寄り、暗中で調理して食べる鍋料理。通常では鍋料理には用いない食材が利用されることが多い。食事を目的とした料理というよりは遊び、イベントとしての色彩が濃い。基本的に一度自身の皿に取ったものは食べなければならない。 平安時代の宮廷社会において参加者がおのおの一品料理を持参する一種物と呼ばれる持ち寄りの宴会がしばしば催された。この習慣は室町時代には庶民にも広がり格室とも呼ばれた。現在でもこの種の宴会は地方によってはこう呼ばれる。同時期に定主が鍋と出汁を用意し、甲の参加者が具材を持ち寄る四ル港が開かれ始める。 京都の年中行事を記録した日時記事によれば近所の連帯を強める目的で開かれる連絡会のような催しだった。しかし次第にこの催しも共演の楽しみを帯びてゆく。明治時代に入り闇散と呼ばれる宴会形式が始まる。方法は常実の闇鍋と同様だが真面目な人はそれなりに食べられるものを入れた。中には わらじが入っていたという伝説もある。正岡式をはじめとする、ほととぎすのメンバーが行った闇汁の記録が闇汁使いとして残されている。本来の意味から転じて、何でもありの状態を闇鍋と称することがある。使用例としては、闇鍋音楽祭、闇鍋風華ーなどである。ありがとうございます。